いろんな意見を、これをもうご利用ししようなんていうのは全く思ってないんですよ。でも県と市が今まで協議してきた結果、まあ、一応の叩き台ができたので、要はこれはボードは合いますよね。そういうことです。それでただ委員会する前に議員さんに配ったやつが先出ちゃうとね、やっぱりなんで俺も発言だけ問題あるって言われるのか何の話ですの。なんで俺の発言だけ問題あるの。お前これはお前市からの、お前県からの書類って書いてあるやつ、何年でよお前市の意見も入っとるか。だから県が作ったんです。お前の発言本来問題ないんかい。俺の言うことだけ問題あるのか、これ。どうしました。ちょっと待って。怒らんと話した方がいいんです。何せよ、お前。すごいね、言いたかった。すごいね、言いたかった。何もしないですよ。議会の意見聞く言うとんですから。何じゃんな。すげえんぜ、こげ。いやおかしないですよ。ここがおかしいねん。なんで俺の言うたらあかんねん。何が問題やねん。言わんかい。お前言うとこ問題ないんだ。潰したろっちゅうのは議長だけに。それでお前事前に資料配ってお前議員に何制限かけとんねん。それだってこれ委員会する前に読み出たらおかしいでしょ。本だ出すなよ。何制限かけてやったら出すなよと。なんで制限かけてありませんの。ちょっと法律を俺だってよ。議員に制限、その主義もあるのかどうか。これかけることは法律違反ですか。いやいや、それは法律違反でもなくない。ただそのお願いしますでしょ。だからそれは議長はその議員のそういういろんな資料を持って、いろんな